ち先生やでみんながこのアニメを見てるっていうことは魔剣とよう頑張ってるっていうことやな。ほんま偉いで。数列の基本は今回でおしまいや。あとは応用だけしかないからな。少ないやろ。いけるで。あとちょい頑張ろうな。今回は数列の公式シグマ。この Z の親戚みたいなシグマいうんは数列を表す式をセットするだけでその数列の和を出してくれる優れもんや。例えばこんな等差数列の場合っていうのは 初項のコーンが4で、アイスが3ずつって、そういう風になってるんで、式で表すとこんなのある。まとめたら 3n プラス1。こうやって数列の式ができるやろ。こいつをセットすんねん。そうしたら、あのアイス理論の公式を使わんでも、この数列の和が出るんや。ちなみにシグマの後に入れるときっていうのは、n はなんでか知らへんけど、k に置き換えるんやけどな。ほな、セットしてやってみるで。シグマの後に k をセットすると、2分の 1n 括弧の1たす n っていう風になるんやけど、 今回それを3つセットしてんのやから3倍つまり2分の 3n かっこ1たす n っていうわけやほんでその後プラス1ってなってるけどシグマの後に1をセットすると n になりますよー言うてるんやからプラスの n あとはこの式をまとめたったらばこの数列の和を求めることができるんやえこの公式ほんま合ってるとかって怪しいなって思う人はもうこの数列の和っていうのは求めるやろ怪しいなって思うときは何でも自分で確かめたったればいいんやほら一緒になるやろ ほな、実際に使ってみる前に、この公式の説明をしておこうか。例えば、シグマに K をセットすると、シグマの下に K イコール1って数字がついてるやろ。これはどういうことかっていうと、要はシグマってほら、こういう風に書くやん。つまり、K が1の時からずっと進んで進んで進んで N までですよっていう、うん、まあそういうことやね。つまり、この K に1を入れて、2を入れて、3を入れて、4を入れて、5を入れてって、ずっと順々に入れてったのが N まで続くよっていうことや。 これって、初項1で交差1の等差数列でもあるやろどうやったか覚えてるか最初と最後を足したら、ヘンテコアイス。こんなヘンテコアイスが N 本揃えて、その半分。つまり1、2分の 1N、かっこの1足す N や。なほら、公式の通りやろ。ほんで、これがセットするんが K やなくて 3K やで、っていう風になるんやったら、今回の値は、K の時よりも全部3倍でかいっていうことやから、答えも公式の3倍。2分の 3N、括弧1プラス N。 合計をセットしたんやったら、同じように2分の 5n 括弧の1足す n。簡単やろ。他にも、こいつら数列公式の中まで1をセットする場合とかっていうのは、k イコール1、2、3、4って順々に入れてってなーっていうふうに言うてるけど、k がないやろ。つまり、どんな時も1やでっていうことやねん。常に1っていうのが n 個まで続くっていうことなんやから、全部足せば答えはもちろん n や。こっちも同じように、3やったら 3n、10やったら 10n。 100やったら 100n ってほんまにただそれだけやでこういうのをマスターしておくと頭皮数列の方は無理かもしれへんけど等差数列のとことかで出てきた一般項。こういうのさえわかればそれをシグマにセットするだけで等差数列の和っていうのが簡単に求めることができるねま等差数列はもう1個用意してひっくり返して足して割るってそんだけでできるから大して公式使うまでもないくらい簡単っちゃ簡単やけどなほんでもセンター試験とかでは等差数列よりもさらに難しい k の2乗とか K の3乗。3乗はまああんま出えへんけど、そういうちょっとややこしい問題を解きますよみたいな時にこいつは活躍するわ。まあ今は問題見てへんのやからピンとこんでも当たり前や。その辺は例題とかと一緒に見ていこな。まずは公式を使う練習からや。公式練習用の例題句で、式を K の2乗足す 4K 足す3で表されるような数列がある。この数列の和を N を用いて表しなさいみたいに。まあこんな風な問題が出たとするやろ。え、これどんな数列やねんってピンとこうへん人は、 この k にどんどんこう1,2,3,4って入れていけばほらこうやって数字が出ていくからあーなるほどこんな数列なんやなっていうのはまあそうやってイメージはしてみてやほんでこの数列っていうのは等差数列でも等比数列でもないんやからアイスクリーム理論で考えることができひんせやからこういう時に使えるんがさっきの公式やね今回セットするのは k の2乗の 4k の3ってわけで k の2乗がこの公式 k の公式がこいつその4倍 1> で1の公式がこいつその3倍ってなわけでこうやあとはまとめるとこうなるなどうやなんとなくわかったか例えばさらに問題が進んでてこの数列6項目までの和を求めなさいとかって言われたらこの出来上がったこの式この式の n のところに6を入れていけばほら簡単にできるからなただ何度も言うように6項目までくらいやったら1入れて2入れて3入れて4入れて5入れて6入れてほんで全部足すっていう どうしてもこの公式が思い出せへんときはそういうパワープレイでも解けるから、そのことも頭の端っこに置いといてな。特に時間が短くて絶対に間違えられへんっていうセンター試験のときとかには持ち扱える手やからな。ほんでもこのパワープレイっていうのはほんまにやればやるほど大変やなっていうのがわかるから、やっぱそれをこう一発で解けるっていうこの公式は偉いで。ちなみにこの4種類の公式っていうのは基本的にどれもこれも覚えやすいんやけど、明らかにこう一個だけ覚えにくいやつがおるやろ。 まあ、こいつや。他は覚えやすいやん。まんまの N とか、等差数列の時にやった、最初と最後を足したヘンテコアイスが N 本、その半分っていう。そのやつと、それを3乗の場合は2乗するだけでいいからな。明らかに、この K の2乗の公式だけ浮いてるやろ。玉先生も現役の頃っていうのは、この公式をえらいうろ覚えで、ほんま苦労した記憶があるんやけど、これは K の公式さえ頭に入っとれば、あとはこいつを、3、2、1、ワン、はい言うて、マジックで簡単に変えることができんね。 隠してるハンカチどかしてみてみると、3、2、1って、ほら、三つ、それぞれに3、三、二、一って足してあげればいいや。まあ、これでもよ覚えへんわっていうような人は、日本の、まあ、言うなれば、こう、伝統的な昼食の様子をね、思い出してみると、まあ、一発で覚えるようになるわ。例えば、まあ、日本人っていうのはね、まあ、江戸時代の頃からお昼といえば、 ピザにミルクコーヒーっていうのはまあ、定番になってるわけやけど。で、まあ、締めはデザートにヨーグルトみたいなね。まあ、地方によってのな違いっていうのはあるかもしれへんけど、大体そんなところやろ。ってなわけで、ほら。ピザが6分の1切れで、ミルクコーヒーはミルクとコーヒー、もちろん1対1な。ほんで、ヨーグルトはヨーグルト2に対して、いちごジャム1。この3つを順番どれでもいいから、とにかく書ければいいんや。せやか、この絵を頭に入れとくと忘れへんで。まあ、最後にちょっとこう、玉先生の話をしておくと、 ミルクコーヒーとヨーグルトっていうのはこの俺の好きなまさに黄金比っていうやつやけどなこうむっちゃ甘くてこう体に悪いからなかなかよう食べれへんやけどなただうちなこう一回こう出前のピザがむっちゃおいしそうやったんでこう電話でなこう出前注文してんけどお客様の地区は入った地区に含まれてないんでって言われて、まあ、俺はこう静かに受話器を置いたわ